皆さん、ごきげんよう。ずるいことは許さない、東京都議会議員の猫と上田玲子です。虎に翼、ご覧になっている人も多いと思います。今朝は後輩がですね、働きながら子育てをしようという時に、仕事と両立の壁に悩む、その背中を、トラちゃんが押すという、一話でございました。私が1999年に江戸川くまも設立した時は、息子2人とも保育園に入れてました。でも後に続く江戸川のママたちが保育園がない、本当に苦しむことになるのではないかと、やっぱりもう保育園に入った仲間たちと共に設立して、後に続く、江戸川くまも母ちゃんたちが働き続けて、江戸川で楽しく子育てをしてほしいと、もう今日また江戸川子ども食堂という形で具体的にですね支援をしており、まあ、胸がいっぱいになって、見た次第でございます。そのメインテーマのユースアメイジングは、夫であるゆうぞうさんが出兵するときに流れてですね、これ聞くと本当に、もう忘れられない曲となってます。ユースアメイジングを常に聴きながら、この本当に権力まみれのですね組織と三戸彩さんとともに戦ってまいりたいと思います。三戸彩、都議はですね3回保育園に落ちました。日本死ねではなくて、後に続く人たちのために立ち上がり、区議になり、都議になり、今日を迎えております。ではこれから一緒に仕事します。